こんにちは、あきらです。今回は兼業投資家は短期投資無理、諦める3つの理由というタイトルでお話をしようと思います。で、過去に私は半年間ほど短期投資ちょっとやってみたことがあるんですけれども、まあなかなか難しかったです。損益自体はですね、マイナス10万円ほどということで、まあ決してね、まあ、ほぼもうプラスマイナスゼロみたいな誤差範囲だったんですけど、まあそれ以外のですね、まあ実際やってみてどうだったのっていうことをちょっと今日お話ししようかなというふうに思っております。はい、今日のあなたのお悩みは、まあ、23年非常に株高で好調ですよね。なんでこれを短期投資でさらに資産が増やせるいいチャンスなんじゃないかというふうに思う方もいらっしゃると思います。そして短期投資は一つの手段なんじゃないのという時に、まあ、私自身がですね経験した内容を踏まえてお話しさせていただこうというふうに思います。で、タイトルにある通り、まあ、短期投資ちょっと続けるの無理だなと思って、やめております。なので今はまあ一旦休止中というところですね。で、なんでそれがそういう結論に、ね、達したのかというと、まあ、3つ理由がありまして、1つはまあ時間的な余裕がないというところ、2つ目はまあ精神的に疲れるというところ、で3つ目は、まあ、対応できない損失に、まあ、遭遇する、まあ、これらに苦労して結局やめてしまいました。まあ、これをですね今日は深掘りしていきたいなというふうに思います。はい、なので今日の内容は、まあ、短期投資を諦める3つの理由ですね、体験談を踏まえてお話ししようと思います。まあ、とは言ってもですね、まあ、短期投資ちょっとね触れてみないと分かんないかなというふうに思いますんで、まあ、今日は本当にごく一部ですけれども、まあ、一緒に短期投資を体験してみようというふうに思います。で、また短期投資をするための労力、まあ、こちらもお話しすることで、まあ、短期投資をですね、まあ、疑似体験みたいな感じの回にできればいいなというふうに思っております。この動画を最後までご覧いただくことで、まあ、短期投資これをねするためのお金とか、まあ、時間リソースはどれだけ割く必要があるのかっていうのを知ることができて、また疑似体験もできて、まあ、あなた自身がですね短期投資、まあ、できるのかなできないのかなと、まあ、そういうふうにまあイメージをして判断できるような機会になったら嬉しいです。はい、私本業はサラリーマンなので、まあ、投資はですねある意味兼業投資家ということになります。で、隙間時間でコツコツとですねこういうふうにまあクリエイター活動もしております。で、23年7月末時点ですね、今1836万円まで資産が増えてきました。で、投資はですね過去株式はもちろんのことを債券コモディティですね、ゴールドとか原油とか、また FX 暗号資産等々をやっております。はい、で、ノートをやっております。こちら今はですねもうメインはもう長期投資だけです。長期投資だけをフォーカスして、記事を書いております。月額300円なんですが、初月無料でほったらかし投資に不安がある方、まあ、分散投資に興味がある方を対象にですね、まあ、投資額この1000万円超の売買内容を記事にしております。まあ、何をどういう考えでいくらぐらい買ったのかというのを即日または翌日に書いております。で、この時にはですね長期投資とは言いながらも、まあ、きちんとですねテクニカル分析チャートを見てこういう判断のもとこれを買いましたあれを売りましたっていうのを書いております。で、もちろん、投資をですね全くやったことがない人もしくは初心者の方、そこまで分散投資に興味がなくても、まあ、どういうね思考回路で売買してるんだっていうのが分かるようになっております。まあ、ぜひですね、概要欄に URL 貼っておきますので気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、今日も参考になりましたらぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。なお投資は自己責任自己判断でお願いいたします。それでは始めていきましょう。はい、ではまずですね経験談をお話しさせていただきますと、まあ、21年の末から22年のだいたい6月ぐらいまで短期投資をやってきました。で、もともと資金はですね、50万円で始めまして、最終的には40万円、つまりマイナス10万円の損失というところです。まあ、これが、まあ、ほとんどね、人によってはマイナス10万円の損失って思う人もいれば、まあ、ほとんど何も変わらなかったなっていう人もいらっしゃると思いますし、まあ、逆によくマイナス10万円で済んだねっていう解釈をする方もいらっしゃるというふうに思います。まずね、事実はこんな感じです。で、何をしてきたかっていうと、まあ、株式、そして債券、コモディティですね、ゴールドとか、シルバー、
また天然ガス、原油、小麦等々ですね。そしてまた FX、 そして暗号資産、まあ結構基本的に、ね、金融商品と言われるものはおおむね短期投資でもやってきました。まあこの経験を踏まえてお伝えをね今日できればなというふうに思っています。でまず短期投資を諦める3つの理由ということで結論を先に申し上げますと、まあ、1つ目時間的な余裕がないというところ、そして2つ目は精神的に疲れるというところ、そして3つ目が、まあ、太陽負荷の損失、まあ、この3つが諦めた理由になります。では1つずつ深掘りをしていこうと思います。でまず1つ目ですね、時間的な余裕がないというところ、まあ、これは短期投資をですね結局は、まあ、優先できないということですね。まず短期投資をした時にどれだけ時間を割いていたかというと、まあ、毎日60分以上はですね、もう最低でも60分以上は時間を要しておりました。で何にこんな時間が使われるかというと、まず各国の報道ですね、いわゆるニュースを見なきゃいけないということがあります。例えば中央銀行はこんな発表しましたとか、2020年ぐらいと、まあ、いわゆるロシアのですねウクライナ侵攻などの、まあ、戦争、地政学的なリスク、これがどうなっているのか、まあ、またそれだけではなくてもちろんチャートも見ていかなきゃいけないので、まあ、こういうことをしていると、まあ、すぐですね60分以上は経ってしまいます。でそれを踏まえた上で、まあ、新規または今保有中のポジションの検討をしなきゃいけないということですね。新しく何かを買うまたは売り、そして今持っているポジションの売りまたは買いということですね。でまた他にもですね、もちろん投資以外にもやることはあります。家族との時間も大事ですし、本業のねお仕事ももちろんあります。でこのように発信活動しているようないわゆる副業ですね、まあ、とうとういろいろありますので、まあ、それをね、その次に、まあ、これらの次に結局短期投資をすることになるので、まあ、単純にこれだけでも4番目の優先事項ですね。まあ、4番目の優先事項で、まあ、勝てるかっていうと、まあ、なかなかね、勝てないですよね。なんでこういうことを含めて、まあ、結果的に短期投資やってはみたけども、まあ、やっぱね、そこまでちょっと時間割けないなという結論に至りました。ではまあ早速ですので、まあ、疑似体験一緒にしていきたいなというふうに思います。はい、ではですねこちらは S&P500 のですね先物のチャートです。である程度リアルにですね感じていただけるように、まあ、この動画を収録している8月上旬時点のチャートを持ってきました。まあ、こういうふうに5月以降のチャートを見た上でですね、まずこちらがまあ普通にいわゆるチャート、そして真ん中が MACD ですね。MACD 何かというと、まあ、今後の何ですかね、トレンドを示す指標になるというふうに思っていただけたらいいと思います。まあ、分かりやすく言うと、この青線がですね赤線を例えばクロスしたらどうなるかということです。こういうふうに青線が赤線を下にねこういうふうにクロスしていくと、あ今後下落が始まるというサインになります。で一方で青線が赤線をこういうふうにちょっと今欠けてますけど上に突き抜けると上昇トレンドが始まるというふうに言われています。ただもちろんこれは絶対的な指標ではなくて、まあ、そういう目安になるよということです。そして下こちら RSI ですけれども、まあ、これはまあモメンタム勢いを示すような指標になります。なので基本的に買いがね多くなれば多くなるほど、まあ、上昇になりますので RSI は高くなると。でそれに応じて今度ね、値段が下がるとまあ、だんだん買いの勢いもなってきて RSI も下がる、まあ、こんなイメージでね受け止めていただければいいかなというふうに思います。なのでこれを考えますと、まあ、例えばこの6月ぐらいから始まった上昇トレンド、今このねラインもちょうど分かりやすいように引いてますけれども、まあ、このラインをちょうどねこの8月上旬下に突き抜けましたね。つまりこのサポートライン、上昇を支えていたラインを突き抜けてしまった。そして MACD も青が赤の下に突き抜けてしまった。そして RSI も勢いがなくなってきた。あ、これはちょっとね、下落が始まってきたんじゃないか、みたいな風に解釈ができるということです。まあ、こういう風にチャートをね、見て一つ一ついろいろ考えていくわけです。はい。ということで、疑似体験ということで、ちょっとね、感じていただいたかと思いますが、まず新規ポジション
を検討してみましょうということですね。例えば今回は先ほど言ったように上昇トレンドをちょっとね下回ってしまいましたと。では売りから始まる通常を空売りと言われるものですね、まあ、空売りで新規始めてみようかなっていうふうにちょっと考えてみたりするわけです。でもそこに脳裏でねもう一つちょっと逆の意見もあって、まあ、でも2023年って、まあ、上昇トレンドだよねと、まあ、長期的中期的に見るとそれを考えると、まあ、売りで入るっていう逆張り、まあ、これはちょっとリスクが高いんじゃないかみたいな感じでまた悩むわけですね。なので売りで入って買いで利益を出すっていうような戦略ではなくて上昇トレンドが再開するのを待った方がいいんじゃないというアイデアも出てきます、まあ、つまり今空売りで入るではなくてこれがまたある程度下がってきて、まあ、上昇がねまた始まる時に買いから始まるこの方がいいんじゃないかっていうふうにも考えたりするわけです。じゃあ、まあ、待ったとしてじゃあいくら分ぐらい買おうかなということですね、まあ、さっき例えば資金が50万円あった時にじゃあ10万円分ぐらい買うかとか20万円買うかとかですね。で買いか売り、まあ、どちらでもいいですけれども新規ポジションを持ったらじゃあどこが損切りのラインなのと、まあ、どこが利確のラインなのみたいなことも考えなきゃいけないわけです。まあ、今ねこうやってバーって上げましたけども、まあ、考えることすごいありますよね。まあ、こんな感じで結構大変なわけです一つ一つに対して。でこれを中途半端にやってしまうと結局損失を被りますし、まあ、損失を出した時に、まあ、後悔が大きいわけですよね。なので結構大変なんです。では今度はちょっと新規ポジションではなくて保有ポジション、こちらの例もちょっと考えてみようと思います。まあ、私の経験談としてはですね新規動向よりも保有ポジションをどうするかの方が結構大変です考えること。例えば今回このね6月ちょっと前5月の下旬で、まあ、買ったとします。で嬉しいことにこういうふうに含み益が増えてきましたと。で今回この上昇トレンド下回ってしまいましたねと、まあ、こういった時に今ここね含み益がちょうどあるわけです、まあ、これに対してまあ、利確をするのかどうかっていうことですよね。まあ、利確してもいいけどもさっき言った通り23年、まあ、基本的に上昇相場で今好調なのにここで含み益これを利確しちゃっていいのかってまた悩むわけです。なんで、まあ、これ利確したとしても、まあ、全部するのかとかじゃあ一部するのかとかですね、じゃあ一部するとしたらじゃあ半分なのかそれとも 30% なのか、それとも大部分の 80% なのか、みたいなこともまた考えなきゃいけないわけです。できれば強気相場と言われていますんで、利益をさらに伸ばしたいなと。そういうことも考えたりしますし、これを見てですね、あ、株式ちょっと下がるかもっていうと、まあ理論上ね、今度債券は上がりやすくなりますんで、では株式を全部利確して、で今度債券が上がる方をちょっと見てみようか。みたいなことも考えるわけです。まあこんな感じでですね、保有中のポジションも考えることはいっぱいあって大変なわけですね。で、これを狙っている金融商品一つずつですね、チェックしていくわけです。まあさっきは S&P500 というふうに言いましたけども、例えばゴールドはどうするのとかですね、まあ、天然ガスどうするのとかですね、いろいろこうやって見ていくと、もうあれよあれよと時間がなくなっていきます。なので、本業をねおろそかにせず、そして家族も大事にし、副業もしてと、まあ大変なわけですね。なのでちょっとこれはねやってられないなと思って短期投資をやめましたね。なので皆さん今の生活のね、まあ、ルーティーンというか一日のスケジュールを想像していただければわかると思うんですけど、まあこういうふうにねチャートを一つ一つ見たり、まあ、ニュースを見たりとかしてやっていくと、もう時間がねあっという間になくなっちゃいます。まあ、この、まあ、短期投資の時間をですね今の一日のスケジュールに増やせるかということですね。短期投資の時間を増やすということは何かの時間を減らさなきゃいけないわけですよね、まあ、それが家族の時間なのか、一人の、ね、時間なのかお風呂の時間なのか寝る時間なのかいろいろあると思いますけど、まあ、そういうことを考えるとやっぱ結構大変でした。
はい、で2つ目ですね、2つ目はもう精神的に疲れるということです。あまりですね、肉体的にどうこうっていうより精神的に疲れました。まあ、これは結局朝から晩まで、まあ、頭と心を使うからですね。まあ、基本的に米国市場が開いている時間、つまり日本でいうともう夜中です。9時以降とか10時以降とか。で、寝てる間に大きな値動きがあります。まあ、アメリカが市場がね、一番大きいっていうのはご存知の通りでして、なので日本でいうと夜中にものすごく動くということですね。なので、それを寝てる間、知らない間に値動きがあります。で、朝起きますと。そうすると、まあ、起床早々にですね、自分のポジションをチェックすると、まあ、ヒヤヒヤしながら損益をチェックするわけですね。起きて早々、つまり朝早朝からっていうことになります。で、いろいろポジションどうするかって考えて、まあ、本業のお仕事をします。で、終わったら、夜ね、また、メインのね、アメリカ市場が開く前に、じゃあどうするかってまた考えたりするわけです。で、これをやっていくと、結局、朝から晩まで、まあ、意思決定をしているようなもんなんですよね。で、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まあ、人は意思決定をするほど、つまり考えて何かを判断すれば判断するほど、疲れが溜まっていくというふうに言われています。まあ、そういうこともあって、スティーブ・ジョブズとか、例えば、ザッカーバーグとか、服はね、固定していて、まあ、服なんかにね、時間を取らない。服を考える時間なんてもったいないっていうこともあると思います。まあ、それぐらい考えて何かを判断するっていうのは大変なわけです。これが朝から晩まで続くってなると、まあ疲れました。なので、まあ、こういうこともあって短期投資難しいなというふうに感じました。そして3つ目、太陽負荷の損失に遭遇するっていうことですね。まあ、これは、まあ、サプライズっていうのは予想できないためです。例えば経済指標の発表、雇用統計とかですね、あとは中央銀行の関係者の発言ですね、あとは決算、また戦争などの地政学的リスク、また疫病とか自然災害とか、まあ、こういうものはどれだけ分析考えても、まあ、対応は不可ですよね。まあ、台風が来るとかですね、地震が来るとかっていうのは、台風ぐらいはある程度ですね、予測できるかもしれませんけど、天気予報を見れば。ただそれによる損害っていうのはやっぱりわからないですね。で、まあ、これをね、判断してどうこうっていうのはやっぱリアルタイムにできないわけです。まあ、なんでかっていうと、まあ、昼は本業で仕事をしている、そして夜はさっき言ったように寝ているっていうことを考えると、まあ、対応も結局遅くなって損失が大きくなりがちということですね。まあ、こういうものはちょっと見ていただいた方が早いので、まあ、ちょっと見てみましょう。まあ、同じようなことがですね、つい最近もありましたね。日本の中央銀行のイールドカーブコントロールですね。これは、7月31日でいいですかね、に何が起きたかっていうと、左側がこれドル円ですね。ドル円どうなったかっていうと、まず 2% ほどぐーんと下がりまして、で、瞬間的にピュンって上がりまして、で、また下がりまして、で、あれよあれよと一回円高に行ったかなと思ったら、結局円安に戻るという感じです。まあ、これは、イールドカーブコントロールの報道とか発表とか、いろいろね、あったからこういうことになりました。まあ、こんなことがね、起きるわけです。どうしても。で、これを一言で言うと、もう何これと。となってよくわからないので、こういう時はもう一旦身を引く、損切りをするっていう人が多いと思います。で、損切りをするわけです。で、結局こうやって戻ってくると、まあ戻るんかーいって感じですよね。まあ、これって何ですか、短期投資だったらあんまりインパクトはないと思うんですよ。多少1日で多少動いたところで、まあそれが数ヶ月、1年、5年、10年って考えた時には、まあそんな大した問題にはならないわけですが、まあ、短期投資、つまり数日から、まあ、長くても2、3ヶ月ぐらいをめどに売買をするかと思いますんで、まあ、基本的にこういう時はポジションを引くことが多いです。まあ、こうなってくると、もうなんか、はぁというため息しか出ないと思うんですよね。なので、こういうのが、まあ、月に1回ないし2回ぐらい、ポツポツというふうにあるわけです。なので、しんどいということになってきます。
結構他にもありまして、例えばこれ2022年の原油のチャートを持ってきましたけども、まあ、この時も、3月ですかね、こうやって1日で 30% ぐらいガンガンというふうに上下に動いたりすることがあります。まあ、こんなのはどうなるかっていうと、短期投資をしている人の、まあ、多分過半数ぐらいの方やってると思うんですけど、新規注文を入れるときは差し値を事前に入れていたり、もしくは保有中のポジションに対して逆差し値をすでに設定していて、損切りとか利確のポイントっていうのはある程度定めている方が多いかなという印象です。まあ、そうなってくると、まあ、確実にこんなね 30% 以上の動きをしてしまうと、事前に設定していた指し値とか逆指し値に、まあ、条件が合致して、まあ、勝手にね、まあ、勝手に言っても昔自分で予約していたのでその売買がまあ成立してしまうわけですね。まあ、それはある意味も想定外ですね。そうなってくると、まあ、想定外の売買が成立してしまうので、多くの場合はまあ損失になります。なのでこういうことを経験月に1回とかしてしまうと、まあ、せっかくね積み上げてきた利益とかが、まあ、パーンとなくなるわけですね。まあ、これがちょっとしんどいですね。まあ、これらを踏まえて、まあ、結局短期投資厳しかったなっていうことに至りました。これらを踏まえた上で、まあ、メッセージですけれども、まあ、短期投資それなりの覚悟が必要ですよということですね。まあ、今日お伝えしましたけれども、まあ、大変さという意味ではやっぱ大変です。なのでこれらの大変さを理解した上で始めた方がいいかなというふうに思います。で始めるんだったら、まあ、もちろんのこと、まあ、失ってもいい金額、私の場合は50万円で始めましたけど、まあ、それをちゃんと別でね用意しておいて、それでやっていただいた方がいいかなというふうに思います。まあ、ただし経験というものは何よりもね財産になるかなと思っています。で正直短期投資をして後悔はないです。やってよかったなって今でも思います。なんでかっていうと、短期間のうちに投資スキルはだいぶですね大幅に向上したかなというふうに思います。まあチャートは読めるし、世界のね情勢はわかるし、まあ何が動くと何が下がるとかですね、そういう関係性も分かってきますし、いろんな勉強がね短期間でグッとできるようになりました。なのでまあ経験できるんだったら経験した方がいいかなって私は思っています。まあ、ただお金をね実際使うのがちょっと怖いなっていう人はデモ講座を開設して、そこで体験するだけでも全然いいと思います。デモ講座であれば、まあ、架空のね仮想のお金を使って売買するだけなので、何ですかね、損失とか、利確の、まあ、実体験っていうね、それはちょっと薄れてしまうかもしれませんけども、まあ、実際に指し値をしてみたり逆指し値をしてみたり、あこういう動きをするんだとかっていうのは肌でね感じることができますので、まあ、デモ講座を開設して体験するだけでも全然いいかなというふうに思います。はい、で今日のあなたの結論ですね、まあ、多分多くの方は、まあ、チャートの勉強は必須だし、時間は確保しないといけないし、まあ、大変さが理解できたっていうふうに感じていただけたのかなというふうに思います。で短期投資はですね、短期間でスキルをグッと伸ばすにはこれはもうね最適です。まあ、しかしこの大変さがどうしてもネックなので、まあ、このあたりちょっと考えてみてはいかがでしょうか。では今日のまとめです。短期投資諦める3つの理由ですが、まあ、1つ目時間的な余裕がない、2つ目精神的に疲れる、3つ目対応負荷の損失に遭遇。ただ短期投資を始めるんだったら覚悟が必要ですよということです。まあ、過去にですね短期投資をしたことがあるっていうね経験した方はぜひですね感想をコメント欄に書いていただくと嬉しいです。私自身も、まあ、いつかはねちょっとやりたいなってもう一回思っていますし、まあ、短期投資やったことがない人の参考になるかと思いますので、ぜひコメント欄で教えていただくと嬉しいです。はい、ということでおすすめの記事ですね。まあ、過去投資あれこれ勉強会というところで、まあ、恐怖指数っていうのをちょっと触れてみました。まあ、短期投資ではこの恐怖指数も参考にしたりしますんで、まあ、ぜひチャートをね少し勉強したいという方はぜひこちらも参考にいただけると嬉しいです。で過去に、短期投資のねデモの話を少ししたことがあります。私自身はですね、
IG 証券を使ってずっと短期投資をしておりました。で、IG 証券デモ講座作れます、誰でも。なので、概要欄にですね、リンク貼っておきますので、ぜひですね、IG 証券、を使って短期投資、ちょっとデモ講座でやってみたいなっていう方は、ぜひ概要欄からクリックして、講座をね、作ってみてはどうかなというふうに思います。で、もちろん無料ですので、お金はかからないです。はい、ということで今日もご覧いただいてありがとうございました。こうやって23年の株高をね、見てしまうと、短期投資でね、レバレッジかけてやった方がぐんぐん資産伸ばせたんじゃないかみたいな風にね、思うことはできるんですけども、ただやってみると実際結構ね、難しいんじゃないかなというふうには思います。それもですね、1回デモ講座を開設して体験してみるのが一番早いかなと思いますけど、ぜひ興味がある方はやってみてください。では今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。